皆さんこんにちは武田邦彦非公式ブログへようこそ本日お送りするのは日本の未来世界の未来についてですもう少しで小泉進次郎総理が誕生しそうな絶望的状況ですがそれでも日本の未来は明るいこの動画を見れば武田邦彦先生がそう断言する理由がわかるはずですそれでは動画をご覧くださいはい今ね 自民党総裁選なんかありましてね。このままでは日本が沈没するとか、なんとか言ってますが、私はこの章でお話しするようにですね。たとえ、えー、総理大臣が小泉進次郎、まあ、とんでもないですけど、これになったにしてもね、日本は、これからの日本は全く大丈夫です。それをはっきりと示したいと思うんですね。こうでもない、ああでもないっていう評論家的じゃなくて、こうなると。 いう風うに、ちゃんとここではしたいということで、今までぐず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 準備をしてきました。日本文明だとか、アメリカ文明だとか、いろいろヘリクスを言ってですね <laughs>、基盤を重ねてきました。それからあまり直線的だと、ちょっとまた問題が起きるかなと思って、ぶらり散歩も入れたりね、いろいろしまして、しかし私は、こう自分の頭の中でこう組み立てましてね、現在の世界がどうなってるのか、 今まで、まあ5万年の歴史中か、300年の歴史中かね、世界と日本がどのように行ってきたのか。なぜ今こんなに格差が広がって、それでもなぜ不満がないのか。アメリカ大統領選挙がなんであんなに変になっちゃったのか。<laughs> そういうことを全部考えましてね。それからヨーロッパ人というのはもうほんとひどいもんで、<laughs> 世界中を植民地にして、その人たちに働かせて、それで自分たちはピアノ弾いてコーヒー飲んで、それで大砲を作って、それで圧迫すると。そういう人たちを尊敬してる人もいてね。またこれも複雑なんですよ。人間ってさ面白いもんですね。ところで、これから全く心配ないの第1位ですね。第4章の1位はですね、実は、 えここで最初に今から2週間ぐらい前にですね、えー、日本の経済状態っていうのを示しました。まあそれにはまた変な経済的な、まあほんと短距離的なね、人間の幸福とか、世界の動きを考慮しない、ただただ、あの、<laughs> え国債がどうだとかね、通貨発行がどうだとか、そういう問題じゃないんですよ、今。うん。 何が問題かって言うとですね、今からそうですね、今1650年ぐらいですから、えー、今から400年ぐらい前にね、真空の力っていうのを発見したんですね、人間は。で、真空の力つまり真空でこう、半球の球の半分ですね、球を2つに割ったやつ、それをペタッとくっつけて中の空気抜きますとね、このペタッとした中の空気抜いただけで、もうこれが離れないと。 えー、馬で、16頭の馬で両側に引いてもね、それでも離れない。という発見が1637年だったからですかね。<laughs> まあ、歴史の嫌いな人はこういう具体的な年号を覚えさせられるから嫌いになっちゃうんで、これ1650年ぐらいと覚えてもいいし、今から400年ぐらい前と覚えてもいいんですよ。400年でも450年でも変わんないんですよ。考え方は。まあ、びっくりしちゃったわけですよ。あの、そんなのは昔からそうじゃないかって、そうじゃないんですね。 5, あの5万年前に旧石器時代できて、それでまあ縄文時代とか弥生時代とかいろいろあってね、米なんかも作り出したと。まあ、その頃の絵っていうのはあまり残ってないんですけども、まあ紀元後ぐらいだったらもう残ってるんですよ。今から2000年ぐらい前になりますとね。それの農村の絵とかね、それから町の絵と、江戸時代の、それから2000年経って、江戸時代の 農村の絵とか町の絵って全く同じなんですよ。それは同じなんですよ。みんなは人間の力でやってんですから。人間の力でやるって知れてますからね。田畑も同じようにできてるし、家も大体木造の一階建てになるんですよ、それは。それもヨーロッパも中国も日本もほとんど同じなんです。全世界が同じ風景のまま。まあ5万年と言ったらちょっと大げさなんですけども、少なくとも2000年はそうなんです。発達はしてきましたよ。 着物が良くなるとか、十二人用ができるとかね。<laughs> そういうのは良くなりました。良くなったって変わってきました。いいかどうか別にして。だけど基本的な街の構造とは全然変わらない。それから人生も変わんないんですよ。女の人は昔から洗濯物をこうやって洗濯してたんですよ。洗濯機なんかないですからね。それから冷蔵庫ないからもうその日その日のものを調達しては食べてたんですね。だから、まあ、 昔はそれがすごく原始的だった。江戸時代になると天秤棒に担いで、それで、魚つって売りに来ると、そういう差があるだけなんですよ。<laughs> ところが、この半球の実験でね、人類は力っていうのが人間の筋肉とか家畜の筋肉以外にあるってことが分かったんですよ。まあ、男性の筋肉が不要になるきっかけですね。ちょうどその頃ね、ニュートン。 ニュートンも1650年ぐらいなんですね。えー、大きな著作を書くわけです。まあ、ニュートンばかりじゃないんですよ。あの頃、フックも協力してましたしね。あの、ニュートンとはちょっと強引だっていうか、自分自分っていう人だったんでね。ずいぶんトラブルもあったんですけど、まあ、とにかく偉大な人ではあったんですよ。物理学としては。それがちょうどだから、1650年ぐらいに実験的にも人間以外、こういう筋肉以外の力があるってことがはっきり分かって。それは 分かってましたよ。人間ってのはね、分かるってのは本当に心の中にわからないと発展しないんですよ。ただ誰かがね、コメントでね、こういう例外もあるからどうしてくれんだって言うかもしれないけど、そうじゃないんです、僕の言ってんの。人類が目覚めるには、はっきりとして、あ、こうなったんだと思わなきゃね。この今日の第4章はそうなんですよ。もうね、今ね、大きく変わってんですよ。何が変わってるかってパッと言える人って少ないんですよ。なぜ、うん、かって言ったらまだ、 影に隠れてるんですよ。表に出ないといけないんです。それで、まあ、それが1650年ぐらいでしょ。それから70年ぐらい経ちましてね、ニューコメンっていう人がね、初めての蒸気機関っていうのを作るんです。あの、なんか我々は今の世の中にいますから、蒸気機関っていうとね、<laughs> あの、蒸気をブワーってやってね、ピストンを動かしてと思うんですけど、その頃違うんですよ。その頃まだ真空の力しかないですから。その頃の蒸気機関って面白いんですよ。 シリンダーの中にね、蒸気をビューって入れるんですよ。蒸気を全部。空気が全部抜けますよね。蒸気が入りますから。蒸気ってのは水の、水のガスですよ。水が蒸発したガスですから。それがピストンの中にバーって入れると、もともとピストンの中にあった空気が抜けちゃうわけですね。まずは蒸気で満たされるわけですよ。蒸気で満たされた後、蓋を閉めて、そして今度は水を入れるんですよ。そうするとね、 全部蒸気が冷えて、凝縮っていうんですけど、そうなっちゃうでしょ液体に。そうするとそこが真空になるっていう。そういう仕組みでね、その真空の力を利用するっていうのを作ったんです。ニューコメンツ。だけど効率が悪くてね、作ったことは作ったけど、ものすごい石炭を使ってちょっとだけ水をあげることができるところになって、お城の上に作ってね、それでお城の下の川からこう水を自動的にあげる蒸気管で作ったんですけど、 あまりに効率が悪いから、こんなんだったらロバにね、運ばせたらいいやってこと結局なったんですよ。これが1721年だったから、あんまり細かく年号を覚える必要ないですよ。だいたい1700年の初め。だけど、真空の力で水が組み上げられるってことは分かった。それをみんなの目で見た。能率が悪くてどうにもなんないけど、<laughs> これ役に立つんじゃないかなと。言うんで、まあ18世紀ね。 そればかりじゃなくて、それに刺激されてね、今までこう人間の手で盲石してたり、糸を紡いだりですよ。こう布をパタ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 折ったりね。まあ、いろんなことしてたわけですよ。石炭を炭鉱の下からこうやって持ち上げてくるとかね。まあ、全部人力ですよ。えあんなことができるんだったら水が流れる力も使ったらとかね。これ水力ですね。<laughs> ま、そういうこといろいろ思いつくんですよ。 まあこれが産業革命っていうもんなんですけども、簡単に言えば、あ人間が力を出さなくても、いろいろできるなってことは分かった。力を出さなくてもいろいろできるな。これを簡単に僕は昔からね、もう50年ぐらい前からですね、人間の筋肉の追放って言ってきたんですよ。人間の筋肉も追放していいんだと。ね。それは、それはずっと進みますから、進みましてね。今300年ぐらい経ったんで、 もう男性っていらなかったんですよ。え男性の筋肉今何ですかって言のったらね、奥さんに言われてジャムの蓋開けるとかね。それから、昔はこんなこと言ってましたよ。もうコピー機の蓋を開けるぐらいしか男の筋肉は使わないって言われてたんですよ。もう畑も幸運機があってね、稲の刈り取り機もありますから、他の力って書いて男なんつうのはもういらないんですよ。それで、具体的にはね、18世紀の終わりに、 皆さんが知ってるジェームス・ワットが、高効率、まあ、複水器ってのをつけただけなんですけど、複水器のついた蒸気機関を作った。これがま、蒸気機関の父と言われるジェームス・ワットなんですけども、しかし彼はね、慎重派な人間でしたからね。やっぱり真空の力なんですよ。加圧にしたら圧力上げたらバーンと破裂して死んじゃうんじゃないかっ,つって言うんでね、やったわけですよ。それに挑戦したのが、19世紀の初めにトレビスク、高圧蒸気機関。 これができて初めて、実際に人間の筋肉がいらなくなった。ええ、まあ、素晴らしい発明だったわけですよ。もちろん、真空の力がもうすでに分かってるわけですから、発明はできてるんだけど、実用化っていうのはまたそれの少し後なんですね。トラビシックが高圧蒸気機関を作ったんで、もうみんなの目ではっきり分かるようになったんですよ。もう誰でも。それで、すぐね、スティーブンソンっていうのは蒸気機関車。あれは、 その、トルビシクの作った高圧蒸気機関を、あの、車の上に乗せたって、汽車のトロッコの上に乗せたっていうだけなんですけど、まあ、うーん、どっかイギリスのですね、ストックトンまで、えー、汽車で走れるようになった。で、馬がいらないかなとなった。いらないかなとなっただけですよ。それから電気が発見されるエジソンが生まれて伝統ができる。これまたすごいわけですよ。それまではね、人間とは、基本的にはもちろんろうそくありますよ。またコメントで、 ろうそくがあるじゃないかって言われるから細かく言わなきゃならなくて最近大変なんですけど、ろうそくと電灯じゃ全然違いますからね。人間は夜というものがなくなっちゃったんですよ。本当はね、エイジソンでね。それからすぐ自動車が、ダイムラ・ベンツが。まあその頃も電気のモーターもあるんですよ。電気のモーターも、まあ、発明されてるんですけど、まあ、ダイムラ・ベンツがガソリンエンジン、内燃機関エンジンを作るでしょそしたらフォードがすぐ20世紀の初めにそれを大量生産するじゃないですか。T 型フォード。 これでまあほとんどの重たった男性の筋肉は使わなくなったんだけど、それをやっぱり現実にするのに時間がかかったんですね。まあ戦争もありましたからね。まあ、20世紀の初めは戦争もありましたんで、まあそれで少し発達もしましたけど、停滞もしたわけですね。あの、戦争ってのはものすごく発達するんですけども、停滞もするんですよ。人がどんどん死んでいくから。で、まあ1945年に戦争が終わって、それでまあ日本では高度成長、全体が終わって2000年に、 ほとんど全部完成しちゃうんです。家電製品ができて、冷蔵庫洗濯機ができる、ね、瞬間湯沸かし器、あの、水洗トイレ、もうじゃんじゃんできていくんですよ。もちろん電車もできれば、自動車もできて、ね、飛行機もできて、原子力発電もできてってバンバンできていくんですよ。これだいたい2000年って言いますと、まあ皆さんも頭の中浮かびますけど、これで人類の筋肉が、ここが大事なんですよ。 今後のことを考えるときに一番大切なのは、この間、人間が何をやったか。筋肉の追放をしたんですよ。筋肉の追放、つまり力仕事が全部なくなっちゃった。まあ、この前山形にね、行きましたらね、市長さんがある市長さんがさ、あの、ちょっと相談したいことありますって、ちょっと視聴者に行ったらね、昔は山形県の、まあ、米作りっていうのは1年にお役所さんが11ヶ月働いた。ところが今は、まあ、簡単に言うと1ヶ月だと。 もちろんディーテールあるんですよ。だからそのこういうのをコメントしようと思ったらもう例外いくらでもあるんですけどね。<laughs> まあそう言われたんです。なるほどそうですか。そうすると、米を作るお百姓さんが12ヶ月のうち1ヶ月しか働かないから、あと11ヶ月どうするかっていう問題が生じるんですと。武田先生いいアイデアを、とか考え方を教えてくださいっていうまあ市長さんの相談だったわけですね。これのように全てのことが力、 それまでもう男がクワはやる、戦争はするってやってたやつが全部なくなるでしょ女性が今度わーっとね、洗濯はないね。冷蔵庫があるから週に一回車で買いに行きがいいとかね。こうなっちゃったわけです今最近はクーラーがあって暑さ寒さもかなりしのげると。今温暖化とか言ってますけどね。NHK のアナウンサーがね、冷房の効いたところで背広着込んで暑い暑いってったってね、嘘だから。だけどまあ、そういうことになった。 それが2000年に終わりました。まあ、あ物事ってのは、その1650年に真空の力が発見されてもですね、150年ぐらいぼやぼやしてたんですよ。えー、トレビシクが、あのー、高圧蒸気機関作るまではね。なんでかっ言うと、やっぱり人間の頭って少しずつしか進みません。だけど発達し始めるともう方向が決まりますから。それで200年でもうすっかり変わったんです。例えば、 女性が社会に出て今活躍して男女なんとか共同画になってるじゃん。これは筋肉が追放されたくなるんですよ。筋肉が追放されたら男の役割は変わるわけですね。ええ。<laughs> あの、この話は第4章の話はそうじゃないですけども、あの、男はあの筋肉がいらなくなりました。今度ね、これ、これまたこの第4章の話じゃないですよ。次の次の話ですけど、これね、全部が対外女性になってね、 全部あれだったら今度女性がいらなくなります。<laughs> そこまでは僕はいかないっていう考えなんですけど、まあ一応ちょっとそれますけどね。つまり、今は男はいらない時代なんです。男はいらない時代だから、男のヘナチョコがいっぱい出てきてね。えー、妻を愛する心も少ないし、自分が家庭を守ろうっていう、あれもないと。女性もどうやったら幸福になるかよくわからないと。これは筋肉の追放が完了したところなんです、今。 筋肉の追放が完了した。これで、女性も社会に出たりするけど、もちろん筋肉の追放が終わって、女性が社会に出るってことはどういうことかって言ったら、結婚が少なくなって、離婚が多くなって、少子化になるんですよ。ちゃんと理屈通り言ってるんです。だって、それを目指してきたんですから。上 <laughs> 機関から。皆さんがジェームス・ワットをね、学校で習ったってことは、簡単に言うと、これで女性は社会に出るようになり、うん ね。で、男はヘナチョコになって、女性の幸福は奪われるっていうことを習ってるわけですよ。まあ、1900年にはね、ココ・シャネルっていう女性のデザイナーが出てきて、で、帽子とパンタロンを作るわけですよ。これが、あの、ココ・シャネルというのは非常にこう、面白い女性でですね、非常に感情も起伏も激しいような。だけど彼女だからこそ、いや、彼女は、もちろん、筋肉の追放が何を社会的にもたらすなんてことは分かったわけじゃないですよ。感性で、 これはやっぱり女性のものを作らなきゃダメだ。それで、シャネルのいろんなブランド品ができたわけですね。面白いですよ。世 <laughs> の中はそのようにして変わってきます。今、こうしたいとか、こうしたいとかいうことは、社会に流れる定流が人間の精神とか感性に働きかけて、人間がある行動をするっていうことなんですよ。えまあ、ということなんで、今日は、 えー、生活の質っていうのが変わっていく。筋肉の追放からどこに行くのかということが今を考える。これからを考える。一番大切だってことですね。さて、いかがでしたでしょうか。産業革命が起きて、徐々に人間の力は追放されてきた。たとえ日本の総理大臣がポンコツだとしても、確実に社会は発展していく。未来は明るいですね。以上。 武田邦彦非公式ブログでした。チャンネル登録がお済みでない方はチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。